に制作さん、趣味さん、また作さん、さんという形で一人趣味さん、今日の意気込み。とにかくなんかいろいろ喋ります、うん、はい、ありがとうございます。サッシュ、どうぞ。楽しんでもらえるように頑張ります。はい、ありがとうございます。シュペ、あ、俺も頑張ります。はい、おじちゃん、お願いします。マザン、はい、ということで、今日皆さんに楽しんでいただければ、頑張りますので、よろしくお願いします。僕も楽しみます。ありがとうございます。大盛況です。ステッカー出すぎて水崎さんの顔が煽ってるみたいな顔してます。ファイヤータイプで、自己紹介パートということで、お名前と一言ずついただければと思います。じゃあ改めて自己紹介のほどお願いします。はじめましてです。はじめましてね、スレダキと申します。今日は皆さん来てくださってありがとうございます。ちょっと僕自体がファンミーティングみたいなのちょっと初めてで、めちゃくちゃ緊張してるんですけども、ちょっと最後まで楽しんでいていただければと思います。今日はよろしくお願いします。趣味と申します。今日はお忙しい中お越しいただき本当にありがとうございます。まあ、この4人で、まあ、そんな立ってないんですけど、ちょっと盛り上げれるように頑張ります。こんにちは、マスタスです。今日は遠くからお越しの方もいると思いますけど、来ていただいてありがとうございます。トークイベントとか企画もあるので楽しんでいってもらえるように頑張ります。あ、うーす、どうも。コーチ、犬のコーチです。のタツです。今日はみんな楽しんで行ってくれたら嬉しいです。よろしくお願いします。いいですね。なんかもう本当ドンって感じがするね。じゃあ行きましょうか。まずじゃあ捨てたき選手のプロフィールから行きたいと思います。じゃあお願いします。まずプレイヤーネーム捨てたき、誕生日が1998年の7月7日、そしてエーペックス使用キャラがバンガロール、性格マイペース、気分や、いや、そうだね。特技がギター。あ、そうなんですね。6年ぐらいギターやってて、ね、だってキーマウのふつつかものですが、よろしくお願いしますということで、まあ、確かに唯一なのかな。チームメンバーそうですね、まあ、2人とも、まあ、コントローラー使用してるんで、ちょっと僕だけキーマウということで、はいはいはい、まあ、ふつつかものですがと。でも大前提、僕この人がキャプテンというかリーダーだと思ってたんですけど。あ、そうっす。そうだよね。え、そうなの。まあ自然な流れで、初めてチームのだって役割的にも相手じゃないじゃん、別に。そこでリーダー決めるの。まあ、ちょっとキャプテンの自覚を持って、じゃあ今日からリーダーで。今日からリーダーです。趣味、誕生日、2000年の11月20日。使用キャラクター、性格普通。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 特技、昔は運動、今は猿顔。これ、はい、これチームメンバーに一言は、クソ自身。なんか、まあ、これが一番年下なんで。そう。掃除してくれて、いや、どうも、どうもだから、タツさんは若いですよ、まだ29でも。おう、こいつらやばいんですよ。そうなの。え、もうジジイなの。ジジイなの。ジジイです。もう昔は運動、ちょっとそんな長くできないけど、昔運動してたの。野球を小1から高3までやってるので、はいはいはい、運動が何やっても割と自信あったんで。おお、次はマツタスさんですか、行きましょうか。かぶりましたね、これ、タキンと結構。ほう、あ、なるほどね。特技、ちょっと変えます。特技、変える。じゃあ、後でバスケにしよう。あ、バスケ。あ、バスケ。中高6年やってたんで。あ、そうなんだ。そうそう。いいということで、98年生まれということで、タキンと同い年で、主要キャラがカタリスト。性格、マイペース。チームメンバーに一言は、パチンコはほどほどに。やっぱ趣味の、趣味か、特に。でもパチンコにも溺れに溺れてる。じゃあ最後はコーチのタツさん。はい、ということで1994年の4月27日生まれ、エーペックス使用キャラコンジット。最近もずっとコンジット戦。最近ずっとコンジット戦だからコンジット戦です。まあ面白いからね、あの時は。性格、打ち気、いいね、ポケモンみたいでいいですね、打ち気。特技がゲーム。確かに、そりゃそうか。そしてチームメンバーに一言は、プロリーグ頑張っていきましょうと。はい、普通のことですけど、普通に、はい、いや、いいことですよ。続いては質問コーナー入っていきたいと思います。選手歴、競技シーンでの実績と
プロになろうとした経緯、選手歴 何年だろう、2年ぐらいかな、2年プラスで、あとストリーマーで、ストリーマーチームで出た期間が1年あったんで、多分3年、まあ、3年ぐらいですかね、僕は、うん、実績は、まあ、なんかの大会で日本一取ったぐらい、ちょっと名前出てこないですけど1位だったのに、はい、ALJS、 ALJS か、プロになろうとした系は結構、まあ、なんていうんですか、僕がもうプロになりたいからなるっていう感じじゃなくて、まあ、こうなんか一緒にやってみないみたいな感じで、ちょっとまあガチめにランクとか回しつつみたいなところで、まあ、なんかスカウトみたいな形でプロになりました。あ、じゃあ続いて守備さん、選手歴は、はい、だからまあ3年ぐらい、うん、まあ熱波ではあるか、実績は去年は世界大会に一応3回とも行って、うん、決勝ではまあそんなに良くはなかったっていう感じですね。プロになろうとした経緯は、まあシャカボーっていう、はいはいはい、元ペンネルのシャカボーがフローラに入る、うん、一緒にやらないみたいな感じで誘われたのが経緯です。あ、じゃあ続いて松田さん、はい、他社でもなんか選手歴結構選手歴長いんですか、なんか気づいたら長い部類にちょっと入ってきちゃってるなっていうぐらいですかね。プロ別に目指してたとかではなかったんですけど、うん、なんかゲームがもともと好きだったんで、はいはいはい、ゲームに関わってなんかお金を稼ぎたいみたいなのがあったのはあったんですけど、別にプロとは思ってなかったんですけど、あ、何かしらで関われたなみたいな、はい、それ一応パッサも聞くかいいですか。めちゃめちゃ長いもんね、キャリアで言うとね、もうね、まあ、3年ぐらいですかね、バッチピッタ3年ぐらい、大体3年ですね、うん、実績、ヤツのプレイオフとチャンピオンシップ、ああそうですね、まあ出ましたね。確かに確かに。プロになった経緯、経緯は次元っていうじゃないですか、次元さん、はい、もう、はい、もういない、いや、まあいますいます、いなくはないですはいはい、彼が先に入ってたんですよね、はい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 、はい、北ペガってとこで、でその時にまあ誘われてやらないかっていうと言われて、まあ、最初ちょっと考えたんですけど、まあ、あんまない機会だし、チャレンジしてもいいのかなと思ってやりました。一部お疲れ様でした。すごい楽しかったです、まあ、みんな話しやすくてね、なんかいろんな無茶ぶりも受けましたけど、いろいろできてよかったです。二部もよろしくお願いします。うん、しみさん、はい、楽しかったです。はい、声量がやばすぎる。マサさん、楽しかったです。はい、シュウペイ、いや、とてもね、やりやすかったですね。はい、はい、トツさん、はい、ニーズも乾杯、うーはい、ということで、皆さんアキネーターというのはご存知でしょうか。これで、ね、今回は APEX にまつわるアキネーターをすし松の皆さんに4台出題していきます。ちなみに1問目の回答者はリーダー鈴崎さんです。はい、じゃあ1問目いきましょう。お題はこちら、はい、 APEX アキネーター1問目スタートです。それは人ですか。いいえ。武器ですか。はい。これショットガンですか。はい。おお。もらいました。これもらった。これもらいました。これもらった。もう回答お、いきます。答えは、はい、ピースキーパーです。お、正解でございます。さすが APEX 動画投稿者。続いてが回答者は春味。じゃあお題どうぞ。これが来ました。人物、人なんじゃない？あ、人、それは人ですか？いいえ。アイテムですか？いいえ。マップですか？いいえ。え？他に何ある？ランドマーク？いいえ。だからそれはマップだもんね。そうだね。俺も今ちょっと思ったよ、うすうす。スキン？いいえ。スキンってレジェンダリーも入る？スーパーレジェンダリー。あー、まあ入るじゃない、そこは。あ、関わる人ってそういうことか。それはプロゲーマーですか？え、1回目で人ですかって言ったじゃん。ああ、そうやん。そうです。大丈夫大丈夫。いいえ。まあ、もう無理やこれ。さあ、残り残りこれがないとゲームができない。多分そうって感じ。
まあ一応解答権2回あるんで、ちょっと当てずっぽでね、1回奇跡的に生還する可能性があるんで。勘で2個。じゃあまず1回目。ジャンプタワー。うわぁ、違う。はい、考え方はいい。いや、考え方はめちゃめちゃいい。いい、いや、ゲーマーだね、さすがに。やるな。キャノン。うわ、惜しいなぁ。正解でございます。じゃあ、回答をお願いします。ドロップシップ。ジャンプタワーは結構いい線いってたなっていう。いや、まあ、これはむずいな。次のお題、オープンです。はい、これです。はい、では、ダッシュ。実在する人間ですか？はい。おお、なるほど。プロ選手ですか？いいえ。プロ選手じゃない。で、人間でしょ？ストリーマーですか？まあ、はい。うん。メガネをかけていますか？あ、いい聞き方するなぁ。いいえ。しょうまるセブンじゃなかった。え、待って、これむずい。めっちゃむずいな、自分でやるの。意外とむずい。え、元プロですか？はい。リグナイトに所属していますか？はい。ディジーミズリジですか？はい。はい。正解です。じゃあ、最後のお題がこちら。という感じになってます。ちょっと難しいね。最初大事だね、本当に。しかも実在する人物ですか？はい。おお、ここも当ててきた。タッシュとかぶるけど、現在配信者ですか？はい。大会の実況をしてますか？はい。あれ？なるほど。絞れてきたな。スクリームのミラーをしてますか？はい。プラス3種ですね。何択？ああ。今自分の中の回答がとか。はいはいはい。1だけど、ちなみに。1？ 小丸、小丸さんの可能性もあるから、ちょっと絞る。確かに、小丸がここに出てくる可能性はある。その人は、スーツを着ますか？多分、はい。多分そう。まあ、わかんないけど、いいっすか。大和周平。おお、はい、そうです。最後は人物2連続。見事、正解でございます。さあ、これにてファンミーティング終了とさせていただきます。寿司松の皆さんはここで退場という形になりましたので、最後、ファンの皆様拍手でお送りください。では、寿司松の皆さんでした。ありがとうございました。ありがとうございました。はい、見てて大丈夫です。ありがとうございます。はい、ということで、ファンミーティング終了という形になりましたけど、じゃあまずは、滝さん。はい。滝さん、どうでしたか？いや、そうですね。もうめちゃくちゃ楽しかったです。おー。はい。藤井さんは、はい。どうでした？今日は間のガチャガチャもやってましたけど。まあそうですね。まあガチャガチャ楽しかったんですけど、はい、僕、運いいっすね。そうなの？欲しいやつ、大体聞きましたよ。へ、え、ぇー。まあなんか、いつもこう来ていただいてる方々は、まあもちろん、こう、まあ4人のファンの方々も、あそこ、こういつも見ない顔の方も来たりとかで、こう今までと新しい風と、なんか新しくなるのリグが発展していくような感じで、良かったんじゃないかなと思いますね。いいっすね。じゃあ、たっさんどうでした？まとめると、うーっすと。一番最後に決めたのは、ありがとうございます。楽しかったです。昨日と、移動待って。ちょっと、憔悴しちゃってるんで、ちょっと。ゆっくり休んでもらいました。はい、ありがとうございます。はい、楽しかったですね。おう、まあ、ファンと交流できる機会は、僕も久々だったので、すごい、ありがたい、たくさんの方が来ていただいて、ありがたい会です。ありがとうございました。タマちゃん。今日は、とってもとっても楽しかったです。年長さんみたいなコメントなんですけど一番じじいだ。じゃあ最後、締めのコメントを滝さんいただいて。僕ですか？はい、終わりたいと思いますね。滝さん、最後よろしくお願いします。また来てね。うーん。